皆さんこんにちは、にまるさんです。今回はオーライトさんから提供いただいた、リアライトですね。リアライトの RN120 っていうモデルの紹介をしていきます。リアライト、テールライトなんですけども、皆さんどのような基準で選んでますでしょうか。性能はどんなものを望んでますでしょうか。ぶっちゃけテールライトってあんまり性能ってそんなに求められてないと思うんですよね。まあ、必要十分なその、バッテリーの持ちさえあれば、まあ、明るさっていうのは、まあ、普通に視認性が普通のものだったら問題ないですし、そもそも動向法で言ったら、テールライトって、まあ、ライトじゃなくても反射板、赤い反射板をつけるだけでも全然 OK なんですよね。なんで、まあ、普通に考えるとそんなにそのこだわるようなとこでもないんで、まあ、しかも普通に今売ってるものってどれ もう性能的に問題ないし、電池の持ちもいいし、まあ、どれ選んでもまあ基本的には全然問題ないと思います。まあ、ぶっちゃけ言うとまあ何でもいいっちゃ何でもいいんですけども、僕はこの RN120 でいいなと思った点がまあいくつかあったんで、まあ、それを紹介したいと思います。今回の RN120 なんですけども、つけるマウントが、まあ、ちっちゃいんですけど、この形が GoPro のマウントにすごく似てるんですよね。こういう形でこう刺して角度をこう回すだけでいいっていう、そういうものになってます。それがまあ2種類ついてます。この、サドルレールにつけるものと、シートポストとかにこう巻くタイプのものです。この2つがついてるんで、まあ、これも複数台自転車持ってたら2台につけることもできるし、まあ、1台の場合でもどっちか好きな方をつけることができます。で、僕は、今こちらの方を使ってます。これがすごく僕にとってはいいなと思ったのが1点あって、シートポストにつけるタイプって結構なんか足が当たってるんだと思うんですけど、どこのタイミングでちょっと足が当たってるかわかんないんですけど、多分、信号待ちとかそういうとこですかね、そういうとこで当たるのかわかんないんですけど、まあ、ちょっとこの動画見てもらうとわかる通り、曲がっちゃうんですね。まっすぐつけてるんですけども、知らない間に曲がってたりするんですよね。それがまあちょっと不満というか気になるところだと思います。なんで、シートポストにつけるとなんかこうずれてきちゃうっていうのがすごい気になってたんですけども、こちらのこのサドルレールにつけるマウントだとまあそれがないんで、それがいいところかなと思ってます。で、一つだけ、まあ、欠点を言うと、この、サドルレールがまあこのワンサイズなんで、まあ、サドルによってはこのサドルレールの幅とか広がり方とかそういうのでつかないのもあります。あと多分なんですけど、この丸いサドルレールだったらいいんですけど、カーボンとかのちょっと細長いというか、断面図が細長い円の楕円のものはうまくはまらなかったりするんで、まあ、ちょっとサドルを選ぶっていうのはあるんですけど、もしうまくはまるサドルを使ってるんだったら、これすごいいいマウントだなと思います。で、まあ、こちらの普通のバンドの方のマウントもやっぱりこのまあ、ガーミンみたいな形のマウントになってるんで、まあ、取ったりつけたりっていうのが簡単にできるんで、まあ、充電が簡単になるし、他の自転車と共用でこのライト使ってても付け替えが簡単にできるっていうのがいいですね。まあ、こういう充電タイプのものってやっぱりこう取り付け取り外しが本当に面倒になると充電がちょっと億劫になっちゃうんで、まあ、こういう取り外しがしやすいタイプはすごくいいですね。で、まあ、ちょっと欠点だけ言うと、まあ、欠点じゃないんですけども、まあ、僕の好みなのかもしれないですけど、充電の口がマイクロ USB になってるんですよね。これが、Type C だったらすごく良かったのになと思います。まあ、容量的には別に急速充電とかする必要のない容量だとは思うんで、特に必要がないのかもしれないですけども、まあ、ケーブルを一つにしたいっていうのがあるんで、できればまあ USB の Type C だったら良かったなと思ってます。まあ、テールライトは普通のサイズ感ですね。で、長押しでついて、長押しで消えるようになります。
でつけてるときに一回押すと明るさが変わってきます。真ん中、これが一番明るい、これが一番暗い、これができる。でダブルクリックするとモードが変わります。でこれもクリックするとパターンが変わります。まあこの点滅は多分使わない方がいいんですよね。あの基本的にはこう点灯、を使うような形、点灯で使うような風にした方がいいと思います。スマートモーションセンサーっていうのがついてるみたいで、まあブレーキランプみたいなもんですね。ブレーキした時にこうモーションセンサーが働いて、まあ3秒間120ルーメンで明るく点灯するみたいです。まあ本当車のブレーキランプみたいな形ですね。このブレーキランプがついてるのがこの RN120 のまあ一番の売りかなと思います。この機能がついてるとやっぱりまあ少しでも安全にこう走るっていうか、まあ止まるときに追突されるとかそういうのが一番怖いんで、そこでちゃんと明るくなるっていうのはかなりいい機能だと思います。まあただのこうテールランプ買うっていうよりはまあ選ぶ理由があると思います。あとは動いてないときにまあ5分ぐらい経つとスリープ状態になるみたいですね。まあ、自然に消灯するみたいな形で、で、まあ、振動を感じるとまた光り出すっていう、まあ、休憩とか、まあ、そういうので消し忘れが多いんで、これはまあ助かりますね。じゃあ重さを測っていきたいと思います。 26g ですね。まあ軽いですね。まあテールランプはそんなにどれも重くないんで、まあ、特にこれが超軽量っていうわけではないです。まあでも普通に軽いんでいいですね。